きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ最終回来ました。はい。長かったですね。12回目ですね。いやこうね最後にヤクルトスワローズということでね、はい、うん、まあやってますけど、まあキャッチャーはもう中村だね。はい。サバイバルね。うん、で、あの内山がバックアップとして控えて。はい、まあ週に1回ぐらい内山が出ていったりするんじゃない、うん、いいですね、若くてこう、うん、で、ファーストはオスナでしょ、はい、セカンドは山田、うん、サードが村上、はい、でショートはもう長岡で、うん、もうショートポジション、ショートのサバイバルが5年ぐらいかかったけど収束したね、うん、ねえ、去年掴みましたね、うん、で、レフトが俺はサバイバルだと思うんだよね、はい、でもうちの先生がいやもう山崎で確定でしょ。おー、高太郎選手に、うん、高太郎選手確定だ。です。俺はもうセンター塩見、ライトサンタナは確定で、はい、うん、唯一レフトだけがサバイバルちゃうかって俺は思ってるよね。固定されてないという感じの。そう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 、うん、だからそこにね、青木選手もいるし、まあ、浜田だったりとか、うん、あとはあのね、サヨナラ優勝サヨナラヒットを打った、はい、ね、丸山、あね、はい、であとはちょっとあれやな、確定やな、山崎でいや、他がっていう、じゃ他がおらんな、ちょっと突き上げがこうね、ヤクルトのね、うん、決定見えたら、うん、控えとの差が激しすぎるな。あ、だからやっぱり去年も、はい、あのヤクルトがコロナで一気に離脱して、うん、一気に弱くなったもんな、うん、で、DeNA の連勝で6ゲーム差ぐらいまで追いつかれたけども、うん、最後ね、あのヤクルトが3連勝して DeNA4 連敗して一気にまあ決着ついたけど、はい、でも今こんだけ外野で名前今上がらなかったの珍しいですね、うん、いや俺人はいるけど、はい、ちょっとおらんもんな、うん、並木選手もそうですし、うん、だからもう確定やな、山崎やな。確かにそう思うと去年めっちゃいいところでいっぱい打ちましたもんね、うん、山崎。でまあね、青木も出るからね、うん、まあ、そこら辺は併用しながら、はい、ノーサバだね、うん、ていうかもっとちょっと若いやつら、まあ、頑張んないとって言ってもみんな若いからね、村上も若いし長岡も若いし、でまあ山田はね、もうでも山田も30ちょいだもんな。30ですね、うん、若いやつがレギュラーになって層が薄いって、まあ、それは仕方ないね、うん、まあ、でもこれはまあいい傾向もあるからね、まあ、でも若手はここから差をどんどん埋めていったらもう盤石になってくる ね、 そうですね。だって村上もね、うん、今年の WBC で一気に活躍して評価上がってメジャー移籍しますとかあるかもわかんないからね、うん、そうしたらサードいなくなるしね、はい、まあ、でも野沢だね、はい、でピッチャー、はい、先発、うん、まあ、小川でしょ、はい、高橋奎二、うん、サイスニード、まあ、10勝投手いないからね、石川雅紀さん、うん、でも石川も1年中ローテーションは多分ね、うん、回れないから秋秋だからね、うん、あとまあ山下がね、まあ、入ってくるかなっていうね。あ、山下光投手、うん、うん、でまあ吉村ね、ルーキー、はい、でもまあ先発は、まあ、10勝ピッチャーがいないっていうのもあるけど、常に年間通して回るのは、まあ、怪我さえなければ高橋、サイスニード、小川だけじゃん、うん、ぶっちゃけな。あとは、まあ、まあもちろん石川も投げるだろうけど、ずっとはローテーション守れないからね、はい、だからそこに金久保だったりとか、うん、小澤、はい、だったりとか、あ、小澤投手、でまあ外国人のね、うん、ケラピーターズ、エスピナル、ケラが守護神候補なんだよね。そうですね、だからで外国人はサンタナ、あのオスナで、サイスニード、ケラだから、あと1人だから、このピーターズかエスピナルが先発候補らしいから、まあ、ここ1人ね、うん、どっちか入るかなっていうところで、まあ、4人だから2人は余ってるね、先発、うん、だからそこは勝負だね、はい、だからそこにまあ新人の吉村も含めて、うん、ね、サバイバルだね、はい、ちょっと奥川がね、あの消えちゃったからね、怪我もあって、でも一応今年復活を目標っていうことでシュートトミージョンしなかったんですよね、うん、だからそれがまあどこまでどうなるかだね、うん、そのまだ未知数だからね、まあ、サバイバルに入ってこれるのかどうかっていうところの立ち位置だね、うん、でまあリリーフ、はい、石山でしょ、で清水ね、はい、木澤、田口、梅野、はい、大西、うん、でケラでしょ、はい、何これ、で今度もいるしね、ああそう今度楽しみ、リリーフもノーサバイバルじゃん、わー熱い、まあ、もうリリーフいいからね、うん、ヤクルトはもともとね、ここ最近ずっとね、はい、でもリリーフはノーサバイバルだけど、先発はもう空いてる、ガラガラとは言わないけど空いてる、はい、だから先発のみだね、まあ、そりゃそうだね、10勝投手1人もいないからね、うん、
ここ、ね、去年もそうだけどもね、はい、まあ、それでリーグ優勝してるっていうところはねすごいけどね、うん、これがだから先発とか2桁投手が 2,3 人出てきたらもう無敵だね、うん、3連覇間違いなしだね。ロッテから成田かける投手とかも頑張ってほしいな。まあ相手ないね、はい、枠がない。でも今の聞いたら枠ないですね、うん、だって左もさ久保と田口で、うん、もう埋まってるからね、うん、そっか。で山本もあのトレードでね、はい、来たけどやっぱりなかなかチャンスつかめないっていうところでね、まあ、左の数はリリーフ少なかったけど、まあ、田口と多分久保でそっかもう全然手間足りてるからね。うん、うん、空いてないですね。先発 2はいける、はい、だから頑張ったらねいけるよ、うん、でも野手はノーサバだね。もう硬いね、うん、何の変化もないね。しかも安定のレギュラー陣の強さあるし、あとは長岡がショート争いも終焉来たっていうところもあるし、ね、はい、うわ、ばっちりだな。だからその次の若手の層をバシバシしごいて層を集めにしたいね、ヤクルトも、うん、そしたらもう盤石だね。誰か休ませることもできるしね、山田がちょっと体の調子悪いから、うん、じゃあセカンド、まあ、竹岡いるか、長岡竹岡でみたいな、ね、うん、ところもあるし、うん、その休ませながらっていうところもできるから、そこがぐわっと押し上げたらやばいね。うーん、ヤクルトもね、まあ、はい、宮本とかもいるしね、宮本選手ね、うん、強いね。はい、で、あの中日から三ツ俣とかね、あ、そうですね、うん、バックアップで来てるからね、うん、そういったところのバックアップもこのいい感じで取ってきてね、うん、なんか何気に厚めを増してるから、このこういう戦力補強もいいよね、はい、三ツ俣とか本当、うん、あの今のヤクルトにフィットした補強やと思うな、はい、そのチームの層を厚くして強くするっていうところではね、去年赤羽選手とかも出てきましたもんね。あ、そうそう、だって、うん、あのフレッシュオールスター MVP ね、はい、うん、そう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 、うん、試合感になってね、うん、あと元山もいますからね、野手で。そうですね、元山来んの、元山来んの、いや来ない、うん、どういうこと、いや、いい選手多いですよ、内野手がね、多いですよ、うん、でもいい選手なのに来ないの、そんなかわいそうやろ。長岡君に勝てないし、わかんないじゃんな。いやでも本当去年の段階だったら本山選手もショートでねっていうのがありましたけど、長岡選手がまあ掴んじゃいましたからね。だからもうね、消えた西浦だよね。外野回ったりじゃないですか、うん、キャンプ中にそれもありやな。はい、これ何人か外野回さんだったら、うん、でも外野回しても打たないと意味ないからね、うん、ショートでも外野でも打っちゃいいね、うん、まあそうですね、うん、結局打つだからだから、だから西浦もそうだし広岡もそうだったけど結局打たないからね、うん、安定してね。で、そんで、じゃあ長岡何やって言ったら安定して打つじゃんね、うん、そんな大きな山あり谷ありなくて、で守備もね、うんうん、いい形だし、だからそれは使うよね、うん、まあでもこんな感じかな。だからヤクルトは若手も含めた総上げができればね、うん、キャンプで、はい、やばいね、かなりのチーム力の強さをね、次世代に向けても、ね、うん、そうだね、いいですね、うん、だからそういったところを見ながらねキャンプ見ていくとまた面白いんでね、はい、はい、まあ、続いてはね、あの開幕戦に、近づくにつれてね、はい、あの恒例の崖っぷち選手を、うん、ああもうそんな時期か、うん、もう崖っぷちもいるからね、うわもういます、うん、言いたいけど今日は言わないけど、ね、そうですね、うん、それは後の企画で、はいはい、ぜひね、あの引き続き佐々木ちゃんでお楽しみください、はい。